コーデックスデジタル高解像度デジタルメディアレコーダー。コーデックスデジタルは高解像度のレコーディングシステムで、トムソン社のバイパーや、パナビジョンジェネシスや、レッドワンのようなデジタルシネマカメラの画像と音声を記録するために設計された。2007年の執筆時点では、ダルサオリジンのような高解像度のカメラや、A&B カメラ用のツイン4、4、 4デュアルリンク HDSDI 入力やステレオスコピック 3D 作業用の日圧縮の 4K の動画を記録できる唯一のシステムであった。2006年に最初に市場に投入されたコーデックスは自己完結型のユニットでタッチスクリーンのインターフェースを備え、それぞれ 1.4TB までの容量の RAID のディスクによる2機の交換可能なディスクパックを備える。 インターフェースは HDSDI とインフィのバンドで主要なデジタルシネマカメラに対応している。興味深いことに Codex は仮想ファイルシステムを備え従来のイーサネットでアクセスすることにより撮影した映像素材をクイックタイム、MXF、AVI、WAV や JPEG の複数の解像度と標準のフォーマットで再生できる。 コーデックス過半式レコーダー2007年に発売されると見られたコーデックスポータブルレコーディングシステムは大きいコーデックスレコーダーを下に小型化、バッテリー駆動、記録時に JPEG2000 画像圧縮対応された。同様に記録中に音声のノートを加えることのできる能力であるムタートラックのようないくつかの新しい機能が導入された。 コーデックスは1994年に科学と技術に対する業績によりアカデミー賞を受賞したライトワークス編集システムを開発した同じチームによって開発された。コーデックスはデジタルシネマにおいて唯一のレコーディングシステムではない。S2 はデビッド・フィンチャーのゾディアック等多くの知名度の高い計画で使用される。のように s も非圧縮システムであり、 撮影中に画像圧縮を行うものではない。多くのデジタル映像が従来のハドカム SR のような HD テープフォーマットで記録される。ジョージ・ルーカスのスター・ウォーズ・エピソード2と最近ではマイアミ・バイスとスーパーマン・リターンズは使用された最も特筆すべき事例である。ありがとうございます。